地道幸男は大正11年1月22日、神戸市兵庫区に工員の息子として生まれ、昭和11年、兵庫尋常小学校を卒業後、三菱電機で工員として働いていたが、召集令状により、昭和16年、姫路師団に入隊すると、太平洋戦争では中国大陸に出征し、華北と華中の戦線を転戦した。昭和21年4月、陸軍兵長として日本本土に復員後、しばらくして神戸市の福原で自転車修理業を営む兄の手伝いをする一方、戦後の神戸で戦勝国待遇を傘に着、町で横暴を極める不良三国人の暴挙に怒りを覚え、愚連隊に身を投じ、喧嘩を繰り返していた。その頃、三代目山口組組長となる田岡和夫は終戦直後に田岡組を結成し、組織化され、横暴を極める三国人たちに挑むため、自警団、山口組抜刀隊を組織し、三国人と喧嘩を繰り返していた。そんな田岡和夫を、憔悴の眼差しで見ていた地道は、街中で、わいは田岡藩のファンや、と公言していた。それが二代目山口組組長山口昇の舎弟の目に留まり、ほどなく地道は山口組の事務所に出入りするようになった。昭和21年8月、町での人望も厚かった田岡和夫は二代目山口組舎弟たちの推挙により三代目山口組組長を襲名。昭和22年、姫路市でも愚連隊化し、勢いを増す不良三国人たちの横暴に手が負えなくなった山口昇の舎弟、港義次の応援要請により、田岡和夫は地道ら若者らを引き連れ、姫路に入ると不良三国人たちをねじ伏せた。この時、地道の活躍が田岡和夫の目に留まり、直ちに杯を下ろされ、若手となった。地道が入門した当時の山口組は、神戸に割拠する組織のうちの一つでしかなく、芸能興行や公安二役などを資金源に組織基盤を固めている時期であった。そんな中、入門した子分の中で真っ先に頭角を現したのが地道であった。地道は田岡和夫から用事を頼まれたら的確にその意思を把握し、どんな状況でも、またいかなる手段を講じても必ず最善の結果を残した。ちなみにこんな逸話がある。ある関西の大親分衆が集まる杯儀式に田岡和夫は自分の代わりに地道を出席させた。この時、地道は末席近くにあった田岡和夫の座布団を上座まで運び、田岡の席はここじゃと一喝し腰を下ろした。すると式場は一気に静まり返り、不穏な空気が流れたが、長老閣の親分衆が話し合い、出席者らは上座から一つずつ座布団をずらすということで落ち着いた。後日、その様子を聞いた田岡和夫は、そうか、地道はそういう男や、と満足そうに大笑いしたという。昭和25年、神戸市で競輪と競馬が再開されると、地道は西海組が請け負っていた神戸競輪場の警備業を半ば強引に獲得したことで、西海組と対立すると、西海組を関区なきまでねじ伏せ、武闘派として頭角を現した。昭和30年頃、山口昇からの古参である安原正雄が若頭を退き、射程に直ると、田岡和夫は期待以上の成果を軽々成し遂げる地道を若頭に抜擢した。昭和31年7月、地道が若頭となり、自らが指揮官となって采配を振るった最初の抗争が、本田会系との間で起きた小松島抗争である。この抗争で地道は、素早く150人という大量の組員を小松島に送り込み、本田会系に対決姿勢を持って挑んだ。これにより、一触即発の緊迫のムードが高まったが、代議士の仲裁により和解となった。しかし、この時取られた迅速な大量動員による徹底的な自衛行為は、その後の山口組の抗争で繰り返される戦術となった。昭和35年、山口組抗争史に名高い名誘拐事件が発生。この抗争は地道の指揮のもと、山口組が一方的な攻撃に終始し、名誘拐の全面降伏で終結した。これ以降、山口組の大阪進出が本格化し、同時に地道の指揮のもと、山口組は全国各地で破竹の快進撃を見せつけ、勢力半島山口組一色に塗り替えていった。
ちなみに、全国振興の総指揮官、地道について、当時の兵庫県警の資料は、次のように述べている。地道が若頭となってからの山口組は、四国、中国、九州、大阪、岐阜などへ、急速に勢力を伸長させ、各地で凄惨な抗争事件を反復しながら、地方組織を吸収、抗争事件すべてに指揮を取り、百戦百勝無敵の攻撃を続け、山口組と地道の名は全国に轟き渡った。その後地道は、山口組の切り込み隊長とあだ名されるほど、数々の抗争事件で先頭に立ち活躍した。だが、山口組が大きくなるにつれ、地道には敵が増え、時には山口組の有力幹部らと衝突することもあった。それでも地道は、自分が山口組を大きくした、との自負があるからか、不協和音は大きくなるばかりで、田岡一雄も距離を置くようになっていた。昭和39年、警視庁と各都道府県警本部は、有力なヤクザ組織を集中的に取り締まる、第一次頂上作戦を展開。これにより、在京組織の多くが解散に追い込まれたが、検挙されたトップらは保釈されると、政治結社として組織を再興させていた。これを見た地道は、強い逆風が吹きつける山口組を救うためには解散しかないと考えていたが、田岡一雄は、偽造でも、解散は警察の思惑通りだとし、たとえ和式取りだけになっても解散はせん、と話していた。これは田岡一雄の意見であり、決意でもあった。しかし地道は、田岡一雄に無断で組解散に動くと、これには若頭補佐であった山本健一の反感を買い、山本健一と竹中正久が地道暗殺を企てるにまでに至ったが、暗殺計画は結局田岡一雄に諭され取りやめになった。その後、地道は親分に逆らい、山口組を解散させようとした、と見られ、さらに、山口組の三地下タウン恐喝事件の取り調べの際、山口組が手にした金の一部が、田岡一雄に渡ったと受け取られる供述をしたことから、警察と取引し、親分の名前を出した、とみなされ、若頭としての信望を失い、統率力も失落した。これにより、昭和43年2月7日、地道は自ら若頭辞任を田岡一雄に申し入れ、舎弟に直った。昭和44年4月27日、地道幸男は自宅で吐血したため、関西労災病院に入院すると、そこで末期肺がんであることが判明し、入院から一月も経たない、同年5月15日、この世を去った。享年47歳。